ランダムコイルのタンパク質の三次元構造ランダムコイルとは、ポリマーを構成するモノマーが隣接したモノマーと結合しながらランダムに配合したものである。一つの決まった形はないが、分子全体の統計的な分布というものは考えられる。安定化の力や相互作用が働かなければ、水溶液中や溶解温度では、ポリマーの主差は直射状や分岐状などを含めたトリウル。 あらゆる形をとるが、全体としては、コイル状とみなせることから、ランダムコイルと名付けられた。サブユニットが、相互作用を持たないとすると、モノマーと共存する短いコポリマーもランダムコイルの中に分散する。また分岐ポリマーの一部もランダムコイルとみなせる。有点以下では、ポリエチレンやナイロンなどの熱化素性プラスチックは、結晶性領域とアモルファス領域を持ち、 アモルファス領域では、鎖はほぼ、ランダムコイルの状態をとっている。アモルファス領域は、弾力性に、結晶性領域は強度に寄与している。タンパク質のようなより複雑なポリマーでは、様々な相互作用により、特定の形に、自己組織化が行われる。しかし、タンパク質やポリペプチドの二次構造を書いた、領域はしばしば、ランダムコイルの形状をとる。アミノ酸の側差が、 相互作用することでエネルギーが低くなりやすく。また、任意のアミノ酸配列でも水素結合を作ることはよくあるので、タンパク質のランダムコイルはなかなか起こらない。ランダムコイルのハイザエントロピーはエネルギーの安定化をもたらし、ホールディングのエネルギー障壁となっている。ランダムコイル構造は顕微鏡を使って検出できる。また、円変光二色性でも、 平面的な網戸結合が際立ったシグナルとして、核磁気共鳴分光法でも特徴的なケミカルシフトとして検出できる。結晶の X 線解説では、ランダムコイルの領域は、電子密度の低い部分として見える。タンパク質は変成させれば、ランダムコイル状態になると言われるが、変成では真のランダムコイルの状態にはならないという報告もある。ありがとうございます。